こんにちは、理数個別チャンネルの西野です。本日は物理の電気力線のお話をしていきたいと思います。結構苦手なね生徒さんが多いイメージなので、ここで少しでも得意になってくれれば嬉しいです。ではやってみましょう。まず今回の問題では、球空論の正の点電荷を中心とする半径 R メートルの球面を考えるって言ってますね。まずそれを図で書いてあげるとこんな感じ。まず最初に正の点電荷、球空論が中心にあるんですね。で、その周りに半径 R メートルの球面がある感じです。外側にね、こういうボールみたいな球があるんですね。これの半径がスモール r ってなっています。そして、点電荷から放射状に均等に出た電気力線は、球面を垂直に貫くって書いてあります。それを図で書いてあげると、こんな感じ。点電荷から放射状に、今右上にしかね書いてないけれども、これはいろんな方向に出てるんだけど、まず右上だけ考えてあげます。右上に出てってる電気力線が、このボール球面を出るときは垂直に、こんなねこの面に対して垂直に出てっていることがわかるかと思います。で、空論の法則の比例定数を K として次の各問に答えようっていう問題です。カッコ1番では、点電荷が球面の位置に作る電場の強さを求めようっていう問題。で、電場の強さっていうのは、1平方メートルあたりを貫く電気力線の本数って考えることができました。これがそもそも電場の定義。だから、これのことをラージ E って置いて考えていってあげます。今回求めなきゃいけないのは、電場の強さでした。で、電場の強さっていうのは、先ほどお伝えした通り、大文字の E でしたね。大文字の E といえば、初めに覚えた公式ありましたね。電位、電場、エネルギー、空論力って4つ覚えたと思うんですけれども、そのうちの E に当たるもの、これは K、R2 乗分の Q でした。これは覚えていれば正解できる問題でした。では続けて、カッコの2番行きましょう。カッコ2番では、カッコ1の結果を利用して、点電荷、ここですね。この点電荷から出る電気力線の総本数。今はね、右上に出てくやつしか考えなかったんだけれども、これ、全方向にね、放射状に出てるって言ってたし、それの総本数を求めてねっていう問題です。これ、どうやって考えるかっていうと、まず電気力線の総本数、アルファベット一文字で置いちゃいましょう。これ、よく大文字の N で表されます。で、この Q、この球の表面積ですね。表面積を大文字の S って置いちゃいましょう。今回、このボールのね、いろんな方向をね、電気力線っていうのは貫いていくことになっていて、その総本数である N を求めようっていう問題です。でもって、今回は球の表面積を大文字の S って置きました。じゃあ、今回この N と S と E ってどういう関係があるっていうことなんですね。電気力線の全部の本数を大文字の N って置いているから、大文字の N イコール、あとは当然この単位面積あたりを貫く本数と表面積をかけてあげた ES っていう風になります。なので N イコール ES って分かったので、あとは一つずつ代入していってあげます。 E の値っていうのはカッコの1番で、 K R2 乗分の Q って分かってるから、それを入れてあげて、表面積の S。S っていうのは Q のね、表面積求める公式。中学数学でやりますかね。4πr2 乗です。これを掛け算してあげます。そうすると、左側の分母の r2 乗と、右側にも r2 乗いて、これ約分して消えますね。綺麗に1になります。なので、残っている K、Q、4π。これを計算してあげて、4πkq ってなって、電気力線の総本数はこれで終わりになります。で、この N イコール 4πkq、名前がついています。これ、ガウスの法則って言うんですね。で、このね、ガウスの法則、N イコール 4πkq からわかることっていうのがあります。何がわかるかっていうと、まず、電気力線の総本数、N、大文字の N っていうのは、右辺を見てみるとね、4、π、k、q ってあるんだけれども、4と π と k って全部もう決まった数なんですね。つまりこれ定数なんです。で、今回は
右辺にいるやつのうち9だけが変わる数だっていうのがわかるんですね。ってことはどういう意味かっていうと、この電気力線の総本数 n っていうのは9の値によってのみ変わるっていうことがわかります。これはどういうふうに変わるかっていうと、比例するよっていうことがわかるんですね。では本日はこれで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。Oh.